はい、それでは続きをプレイしていきたいと思います。前回この後ろにいるスルド、赤い髪のスルドがキサラの悲鳴を聞いて、それでなんかこう力を解放した、なんかよくわからないけどマスターコアの力を使って戦うことになったんですが、その時に額に紋章が浮かび上がったんですよね。でその時リンウェルがそれを見て、あら、なんかこう微妙な反応をしていたんですよ。これリンウェルはもしかしたら何かを探してる、特定のスルド、特定の紋章を持ったスルドを探してるのかな。以前もスルドの紋章が出てきた時に違うとかそんなこと言ってましたよね。であとアルフェンの話を聞いて、それで最初の国のスルドの紋章の形を聞いて、なんかこうまた微妙な反応もしていたし、誰か特定のスルドを探してるのかな、特定のスルドというか特定のマスターコアを探してるという可能性もあるか。まあそのあたりまたこれから先進めていけば分かっていくのかな。まあともかく今回は、あの怪しかった執事あの人が反乱を起こしたということなので、ここに行けばいいのか、とりあえずこっちに行きましょうか。街中で衝突してるのかと思ったが静かだな。共存派はすでに捕まったか潜伏したようね。で共存派が捕まった。宮殿か、早いとこ勝ち込もうぜ。いやー、これは何が起きてるんだ。スルド閣下の側近のケルザレク様が突然宮殿を占拠して立てこもった。ただレナ人も全員が従っているというわけではないようで、そのせいかどうも従わないレナ人が真っ先に襲われたようです。ほう、宮殿の様子は、宮殿内はダナ人であるこの衛兵はもちろん、従わないレナ人も締め出されています。ズーグルらしき声を聞いたという噂もあります。あくまで協力を拒んだレナ人は暴行を受けた上でどこかに連れ去られたとか。あ、共存派が全員捕まったと言っていたのはこの宮殿内でのことか。町のはまだ平気なのか。下手に近づくと何をされるかわからないのでこれ以上のことはわかりません。それ捕まった人って医療施設になってたりしないか、大丈夫か。これからどうする。この衛兵団の人たちと話し合ってるところです。と言ってもどうしたものか。あ、この衛兵団というのはまだ共存派のこの衛兵団か、共存派か、それかダナ人のこの衛兵か。と言ってもどうしたものか。ティオハリム様さえいてくださればと思うのですが、ケルザレクとは、ケルザレク様はティオハリム様の第一の側近という要職にあるお方です。正直私たちダナにそれほどいい印象は抱いておられなかったようでした。なんでそんな人を第一の側近にしてたんだ。それでもティオハリム様の下で誠実に勤めておられると思っていたのですが、ああ、ティオハリムにはいい顔をしていたのか。ティオハリム様はラズム採石場に向かってから誰もそのお姿を見てはおりません。動けるこの兵が総出でビスキントの内外を探し回ってはいるんですが、宮殿に囚われているなど、すでに殺されてたなどと、あらゆる噂が飛び交っているアリ様です。はあ、なるほど。よし。やっぱりなんかいいレナのこの兵もいるんですよね。修練場の中はいつもと変わってないですね。さあ、宮殿のところまでやってきました。この中か。アウテリーナ宮殿。乗っ取られたっていう割に静かだな。前に来た時はもっとそこら中に人がいたのにね。まあ二つに待ち伏せしているんだろうか。二つに分かれたんだから人数は減ってますよね。元々レナ人は少数派だし、ダナ人を全員追い出したとなればこうなるでしょうね。それを補うためにズーグルがいるわけだし。ダナのこの衛兵も見当たらないな。持ち場にいないところを見るとみんな追い出されたのだろう。それに我々は全員ティオハリム様個人に忠誠を誓っていた。こんな時にあいつどこ行っちゃったんだろう。いや、あれはサハラがボロクソに言ったから。本丸の心当たりは、
セルドの魔か。当たってみよう。結構もうメンタルやられてんじゃないかな。とりあえずこの宮殿の中は、ああ鍵かかってる。前回前々回か、すべて回ってみたんですが、とりあえずじゃあもう鍵かかってるようなので、スルドの間に行ってみましょうか。おっと、これはケルザレクメ防護隔壁まで持ち出したのか。この先に奴がいるのは間違いなさそうだな。これを消す方法はないのか。どこかに解除装置がある。真っ先に思い当たるのは奴の執務室だが。ローならあの壁壊せるんじゃない？よし、いつやってみるか。銃弾から大砲まで防ぐ代物らしいが、いけるのか。さあ、解除装置を探そうぜ。ローのキャラ結構いいですよね。さあ、こちらスルドの資質やってきました。おわっと、これはもうすぐボス戦があるということか。おっと、おお、これで開くんだ。よし、これで壁を消せたか。スルドの資質に隠すとは、ふざけた真似を。それもここまでだよ。ああ、スルドの間に急ぐぞ。よしよし、では行きましょう。おっと、この怪しげな男。奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ、奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。あのスルドの方が珍しい感じですもんね。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰が我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま、スルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ。何が正しい姿だ、何があるべき秩序だ。兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに済む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。うおー、これが見えないズーグルか。うおー、ベノムウリザード。こっちが弱点。うん、これ姿が消えてもこのターゲットのあれがあるから自動的にそっちを向くんですよね、カメラが。さあ、これで半分。うおー、うおー、
さっきカメラが自動的に追いかけてくれると言ったばかりだけど、ちょっと待って待って待って、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、またこれ来るのか、ちょっと待って、みんな、あい、しまった。ライフボトル、アルフェンに自分使おう。よし、これで、これで終わりだ。よし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 。ふぅ。己奴隷風情が。スルドに取って代わる望みもこれまでだ。取って代わる？バカな。スルドの資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。ほう。お前は何がしたかったのだ。自分の主を見限ったんじゃなかったのか。そうとも。だが、スルドは他にもいる。ん？他の国のスルド？それは…うわぁ！ん？おぉ！それでガテンが言った。デュオハリム！今までどこにいたんだ？後始末だ。ケルザレク、もう作ることはできない。あ、なんとかの果実。ヘルガイの果実。生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。前回結構メンタルやられたような風に見えたけど、この果実は明らかに尋常のものではない。もう復活してますね、完全に。お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、タリオの差し金だったとはな。ニハグサールか。ああ、そういえばその国でしたね。今さら聞いて何となさる。どうせこたびのスルドブリガは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませんな。スルドブリガはもうすぐ終わる。罰ならすでに受けた。これをもってスルドとしての最後の務めとしよう。行け、ミハクサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。逃がすんだ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手のものを破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を。中心はダナのコノエ兵と共存派のレナ人、それと僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。うん、そうですよ。それを前回から力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。うん、だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこにするのは不要だろう。どこへ。スルドブリガを終わらせに。終わらせに。そして二度と繰り返させない。スルドブリガが続く限りこの国に真の平安はない。ああ、確かに。スルドブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国ともことを構えることになるわよ。そっちの方の情報がまだ何もないんですよね。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。スルドブリカがなくならない限り、また
マスターコアに力を集める、精霊力を集めようとする、次のスルドがどんどん出てきますからね。する気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。なんか筋が通ってないことを招かれたまでいきなり襲いかかったあなたが言うか。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか。お、これでダナの解放者とレナのスルドが協力。面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。おお、回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ。ことが済んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。あれ、どうした。私たちにしてもまだ倒すべきスルドが残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今のローは彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだが、あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。なんか気まずいですよね。なんかものすごい勢いで怒られてたし、今すぐ目の前からいなくなれみたいなことを言われたし。できれば挨拶くらいしたい。街を出る道すがら探してみよう。ああ、これでティオハリムが仲間になった。おお、でキサラが離脱。で地のマスターコアを手に入れた。でなんかレシピを手に入れた。お、ティオハリムの特性、ロッドエクステンション。敵の攻撃をジャスト回避すると神経が研ぎ澄まされてコーンが活性化する。神経が研ぎ澄まされるとコーンが活性化する。あ、何か精霊術によるものか。活性化中は貫通力が上昇し、さらにコーンが伸びて攻撃範囲が大きく広がります。へえ。キサラはこれからどうするんだろう。いろいろあったからな。これでさっき、なんだっけ、リンウェルが、なんか、てんてんてんってなってましたよね。身内をなくしたばかりという話の後で。リンウェルも、身内をなくしたばかりなのか？あ、ティオハリムもこれ、戦闘不能を解除する技使えるんだ。これ覚えさせよう。あ、そしてヒールというのも使える味方一人の HP を回復する中級治癒術。へえ。回復薬が今までほぼシオンだけでしたからね。これはいいぞ。そしてこれがティオハリム。おー。おー、こんな感じか。よし。おー、なんか結構いい感じで、これから先行けそうですね、この国。おー、なんかいい感じの人たちもいるぞ。確かにそれはあるかも。レナへの恨みを残すダナ人。ダナへの侮蔑を消さないレナ人。君たちはシスロディアから来たのだったな。ならば来る時の門ではなく南の門に向かいたまえ。ほう。ああ、この人たちも最初サボっていた人たちですけど、ちゃんと仲良くやってますね。さあ、そしてこれは街の様子は、みんな以前の日常に戻りつつもそれぞれ未来のことを考えているといったところでしょうか。ティオハリム様もご不在なので残った我々だけで新体制を整えている。なるほど。ダナとレナの関係は、反乱事件でダナ人を嫌うレナ人はここを去っていきました。
その意味では大きな衝突はないんですが、やはり協力して何かするとなると、様々な考え方の違いが明らかになって、なかなか前に進めません。まあやっぱりそう簡単にはいかないですよね。ただまあ少しずつ、いろんなことをやっていくしかない。あ、そういえばこの女性、恋人が療養施設に入ってそれっきりだ、みたいなことを言っていた人ですけど、ああ、彼もう帰ってこないんですって。待っても無駄なんですって。私はこれからどうすればいいのかしらね。こればっかりはね、まあ、辛い。なんとか前向きに生きていけとかそういう風に言うしかないけど、そんなこと言っても、さあ、これで目的地にやってきました。結局、キサラ戻ってこなかったね。いつの間にかいなくなってたな。どこに行ったんだか。これからこの国はどうなるんだ。本当にダナ人とレナ人がうまくやっていけるのか。結局俺たち大したことしてないよな。確かに。この国にも金はあった。だが、ここの人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。なるほど。まあアルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。じゃあ金さんの猫のこと泣かせたわよ。ええ、彼の分まで私が。来たようだな。お、ザーレの世話をお願いね、ラギル。ええ、あなたも気をつけて。この人なんか三木札について何かなんかよくわかんない話をしてた人ですよね。さあ、これで俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。おお、構わないが、ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを。共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちはその夢をあまりに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪だから。兄さんは死んだ。ミキュウダのことはキサラのせいじゃないよ。ないと思うけど。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられたものではダメなんだと思う。それが何なのか私はもっと考え学ばなければならない。だから俺たちと行きたいと。そうだ。それに私が外で戦えばそれだけこの国に対する脅威を減らすことにもなる。君は私を殺したいものだと思っていたが。殺す？そこまで怒ってた。あなたには感謝しています。それは本当です。恨みもしません。ですがもう使えることもしません。私は私の信じた夢のために戦います。三木札の片身、あなたを信じたもの、
そして今なお信じる者のために戦ってください、ティオハリム。分かった。様をつけない。私ももはや鋭ではない。なんかいきなり大所帯になったな。それで次はどこに行くんだ。ミハグサール、ヨモの風集う谷。これでもシオンは今でもスルド、ん？シオンの目的がわからないから何とも言えないけど、スルド、あのなんだっけ、この赤い髪の人を殺さなくていいのか、倒さなくていいのか、スルドをやめたらそれで必要ない、それかマスターコアが必要なのか。いやでもマスターコアが必要なだけなら最初の国のスルドからは盗んでいたわけですからね、すでに。そこで倒しに、いや倒さないと追ってくるとか、いや、ん？なんかシオンが目的を言ってくれないのが、なんかずっとモヤモヤが残ったまま旅を続けてる感じになってるけど、まあとりあえずこれでキサラが仲間になった。ニョッキんで、あ、スキルパネル、アルフェン自由への同志。さあこれでミハグサールへ向かう。んで、あとさっき最後に、んー、やっぱりリンベルがなんか意味深なかったが多いんですよね、リンベル。もしかしたらこの次の街になったらリンベルの話がさらに何か進むかな。とりあえず目的が、おー、6人6人並んでる。とりあえず目的が不明なシオンはまあ多分物語の核となることでしょうから、とりあえずまあ置いておいて、ずっと気になり続けはするけど置いておいて、リンベルがなんか謎なんですよね。リンベルに対してアルフェンも何もなんか聞いたりしないし、なんか明らかにおかしい挙動があるにもかかわらず、アルフェンが全く気にかけてないそのことについて。シオンの目的についてはいつも聞こうとはしてるんですよね。聞こうとして、シオンに聞こうとしてるんだけど、シオンがそれを言わないというだけですから。ただリンウェルに関しては誰も何も気にしてない。で、ローはもうとりあえず身の回りの話は一通り一段落ついたところで、ティオハリムとキサラも、まあ、とりあえずは考え方に一区切りはついたところでしょう。で、そのティオハリムをシオンは倒さなくていいのか、スルドを降りればそれでいいのか、マスターコアが手に入ればそれでいいのか、ちょっとその辺も不明ですが、まあとりあえずこの6人で5つの属性があるマスターコアのうち、火と氷と地、大地が終わったので、次は風か光。なんか光は最後っぽいから次は風かな。ではその国に向かって次行きたいと思います。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。